こんにちは。若大将の愛称で親しまれた香山雄三さん。映画俳優、タレント、画家、船乗り、さまざまな顔を持つ香山さんは、日本最初のギターヒーローであり、ロックスターであり、シンガーソングライターの草分けでもあります。つまり、香山さんは J、ポップの偉大なるグランドファーザーとも言えますね。そんな香山さん、最近はあまりテレビで見かけなくなってしまいましたが、現在は何をしているのでしょう。調査していきます。香山雄三さんは芸名で、本名は池畑直明さん。1937年4月11日は神奈川県茅ヶ崎市出身です。職業はタレント業のほか、音楽家としてはギタリスト、ピアニスト、ウクレレ演奏者として、このほか画家としても活動しています。また作曲家として断固右作のペンネームを用いておられます。父は俳優の上原健、池畑清明さん、母は女優の小桜陽子、池畑智子さん、そして妹さんが一人いらっしゃいます。なんと母方の高祖父は明治の元勲、岩倉智美さんだそうで、すごい血筋ですね。神奈川県横浜市神奈川区高賀屋の家に生後8ヶ月まで、次の東京都大田区田園調布には1歳9ヶ月までいたそうです。幼少期に大腸カタルを患い病弱だったため、子煩悩な父上原健さんは息子のために自然環境の良い神奈川県茅ヶ崎市へ引っ越したそうです。香山さんが覚えているのはこの茅ヶ崎の家からだそうです。ちなみに家にお手伝いさんは必ず2人はいたそうです。さすがです。茅ヶ崎市の実家には31歳で結婚するまで過ごされています。小学生の時から家庭教師がついていて、先生は現在の東京海洋大学の学生だったそうで、船の設計図などを見せてもらったりしているうちに船へ興味が湧いたそうです。中学時代14歳の時には手作りでカヌーを作り海に出たといいます。それ以来大小10隻以上の船も設計しており、光進丸という自ら設計した全長 25.6m、 100トンを超える船を所有しています。他にも木製のサーフボードなども自作していたそうです。高校はいくつかの志望校を見学に行き、校風が自分に合っていると思った慶応高校だけを受験。東大生の家庭教師もついて猛勉強して合格したといいます。高校時代には同じ高校の先輩に、お前はモテるだろうなとからかわれて、その反抗心から髪を坊主にして登校し、卒業まで髪は伸ばさなかったそうです。進学先は船の憧れから、造船技師や船乗りになろうと商船大学への進学も考えたそうですが、周囲からせっかく慶応に進学したのだからもったいないと言われて慶応大学に進学。船舶設計の専攻がある工学部への進学を考えましたが、成績が届かず断念し、法学部政治学科に進学したそうです。大学時代にはバンドを結成しながら、11歳から本格的に始めたスキーで国体を目指して大会に出場。22歳の時、蔵王で開かれたスキーの国体本大会に出場しました。香山さんは大学卒業後、芸能界に入るつもりはなく、アサヒビールや三菱商事などの就職資料を取り寄せ、就職するつもりでした。芸能界に入ったのは大好きな船が理由だそうで、就職活動中にバンド仲間に、お前が大学でやったことはスポーツと歌しかねえだろ、それを生かして金儲けして船を作ればいいじゃないかと言われ、1960年に会社員として映画界に就職する感覚で東宝へ入社。東宝を選んだのは各映画会社の株価を見て一番高かったのが東宝だったからだそうです。同年8月公開の三船敏郎主演映画男対男で俳優デビュー。翌年の1961年7月夜の太陽で歌手デビュー。同月に公開された大学の若大将がヒットしシリーズ化。この映画で香山さんは大スターの道を歩むことになりました。若大将シリーズは多い時には年3本公開され、1981年まで制作されました。歌手としては1965年12月に公開された若大将シリーズのエレキの若大将の主題歌としてリリースされた君といつまでもが350万枚の大ヒット。翌年の1966年の第17回 NHK 紅白歌合戦に出場しており、紅白歌合戦には2010年までに計17回出場しています。
加山さんは人気絶頂だった1965年に神奈川県茅ヶ崎市にパシフィックホテル茅ヶ崎を開業。1967年には運営会社の取締役に就任しました。しかし1970年3月に23億円の負債を抱え倒産。ホテルは18億円で売却されましたが、監査役でもあった加山さんは巨額の債務を抱えることになりました。さらに1969年のフレッシュマン若大将以降、低迷した若大将シリーズが1971年に終了してしまいます。デビューしてすぐ大スターになった加山雄三さんはかつてない不遇の時代を迎えました。出演映画は減少し、ナイトクラブ、キャバレー回りをして収入はほぼ全額借金の返済に充てて、質素な生活を続け、借金は10年で完済したそうです。その後は活動の主軸をテレビに移し活動し、ドラマやバラエティ番組で活躍し、都内の高級住宅街に豪邸を建てるまでになります。しかしバブル絶頂期の1991年に新潟県南魚沼郡湯沢町に総工費100億円ともいわれるスキー場加山キャプテンコーストを開設。若者のスキー離れなどで経営資金調達困難になり、赤字で2011年7月に閉鎖。再び借金を背負い、自宅を手放さざるを得なくなったそうです。加山雄三さんが結婚したのは1970年9月。お嫁さんは女優の松本めぐみさんで、年齢は加山さんの10歳年下です。加山さん33歳、松本めぐみさん23歳の時の結婚でした。松本めぐみさんは日本音楽高等学校在学中に CM ソングのコンテストで入選し、松下電器の CM ガールとなり芸能界入り。1964年、17歳の時、TBS 系ドラマ「7人の孫」に出演し、クイズ番組のアシスタントも務めました。加山雄三さんと松本めぐみさんの馴れ初めは映画での共演で、1965年の映画「エレキの若大将」で共演しました。松本めぐみさんは初めての映画出演でした。ちなみに挙式はアメリカ・ロサンゼルスの教会で挙げられています。そんな波乱万丈な人生を歩んできた加山雄三さん、俳優はほとんどしておらず、音楽活動がメインです。2010年代にもシングルをリリースしており、2018年にも発売しています。2019年末頃からは嫁の松本めぐみさんと自立型ケアハウスに入居しています。自立型ケアハウスとは、介護施設よりも自立した生活ができ、主な家事は生活支援スタッフがサポートしてくれる施設のようです。加山さんが入居しているのは東京中央区のマンション。加山さんは2019年11月に脳梗塞を発症しましたが、それよりも前にケアハウスの入居は決めていたようです。加山さんと嫁の松本めぐみさんはケアハウスに一緒に入居するまで半別居状態だったそうです。2014年に加山さんと松本めぐみさんがインタビューで明かしています。松本めぐみさんは加山さんが所有するニューヨークの家に住み、1年の半分はアメリカにいたそうです。これは夫婦仲が悪くなったわけではなく、加山さんと松本めぐみさんはアメリカでの仕事や将来のためにグリーンカードも取得しているそうです。松本めぐみさんは、主人はアーティストですので日本や世界中で仕事があるとみなされているから、その収入を申告してしっかり税金を納めればいいんですが、私は妻ですから半年以上アメリカに滞在しなければいけないというルールがある。それを守らないとグリーンカードを剥奪されてしまうんです、と明かしました。毎日電話し、仕事の合間には加山さんがニューヨークに通っていたそうです。松本めぐみさんはケアハウスに入居するタイミングで帰国し、その後はケアハウスで一緒に暮らしているようです。また2022年6月19日、年内でコンサート活動から引退することを発表しました。理由としては、まだ歌えるうちにやめたいとのことでした。最終公演は豪華客船アスカ2でのクルージングコンサートで、同月8日には NHK が同年大晦日の第73回 NHK 紅白歌合戦への出場を発表し、コンサート以外でも人前で歌うのはこれが最後となってしまいました。しかし CD リリースや作曲活動に関しては続けていく意向だそうです。残念ながらコンサート活動は引退ということになった加山さんですが、85歳まで現役として歌手活動を続けてこられたのは本当にすごいです。今後もお体に気をつけて素敵な人生を過ごされることを願います。
最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いいたします。では、また。